え？でもそれ見て買ったんでしょ？お待たせしました。本日は十国峠ケーブルカーにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このケーブルカーは全長316メートル、高低差101メートル、平均勾配18度、最急勾配22度です。十国峠とは山頂よりはるか10カ国が見渡せることにより名付けられました。その10カ国とは昔の呼び名で伊豆、駿河、遠江、阿波、上総、下総、武蔵、相模、甲斐、信濃の10カ国です。標高770メートルの山頂からの景色はその名の通り南白根随一の景勝を誇っております。まもなく下りケーブルカーとすれ違います。山頂に参りますと、この地を訪れた皆様の旅の安全と交通災害ゼロを祈念して建立されましたお願い地蔵がございます。右手芝生の奥には鎌倉幕府歌将軍源実朝が沖合に見えます初島の寄せては返す白波を見て歌った歌碑がございます。さらにその奥は平根山東光寺ハイキングコースアスレチックがございます。お待たせしました。まもなく十国峠駅到着です。降り口は進行方向左側です。ドアが内側に開きますのでご注意ください。2階は屋内展望台となっております。次の下りケーブルカーは11時50分の出発です。ケーブルカーは15分おきに運転しております。お帰りの際乗り場が反対側になりますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。十国峠駅到着です。左側のドアが内側に開きますので足元の黄色い線より下がってお待ちください。なおホームは階段となっております。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。ドアが開きます。ご注意ください。お足元にご注意ください。